おはようございます、9日のですね、朝を迎えました。おはようございます。すごい寝坊しました。よく寝たんじゃないですか。寝れました。すごい。はい、そういうことでですね、9日目はめっちゃ寝坊しました。昨日寝たのはですね、僕が一番早くて、起きるのも僕が一番遅かったっていう感じになりました。本当だ。ど真ん中に貼ってます。ありがとうございます。じゃあまた。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。また。やっぱその泊まったことのないキャンプ場に泊まってっていうのは楽しいですね。いいですね。いいですね。同じ場所ばっかになっちゃうんじゃない。そうですね。慣れてると、うん、なりますなります。予想なんか行くのはちょっとなんかって感じになっちゃうんですけど。分かんないからここにしとくかみたいな感じになりますもんね。そう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 。いつも行くとこみたいな。うん、はい、それではですね、9日目、久保キャンプ場を後にして、次はですね、CSD2.0、皆さんで作られてるキャンプ場というところにですね、うわ、ブラシ落ちてきた。行ってみたいなと思いますが、今ですね、波平さんの車のバッテリーが上がってしまったっていうことで、これをね、使って直してもらおうかなと思います。すいません。いえいえいえ、どうぞどうぞ。持ってきといてよかったです。これはどういうやつですか。ですね、これにつないで、車につないで。あー、すげえ、こんなのあるんだ。多分電圧が測れるはずなんで、そこで。あ、すげえ。スイッチがこれだったかな。今 13.3 ですよね。これで多分エンジンかけてもらって大丈夫だと思うんですけど。あら、ちょっと待ってくださいね。もう一回やりますね。いまいち使い方を忘れてしまいました。あ、かっ、あ、入りました。あ、ピーピー言ってるから行きますか。多分 OK です、ね、これでも大丈夫です。これいいやつ。確か6000円ぐらいで買えますよ。これいいやつですね。わざわざこう引っ張んなくても。そうですそうです。そのこんだけですげえ助かりました。いい、ありがとう、すいません。いい、助かりました。めちゃめちゃ助かりました。まさかこんなことがあるとは。いや、今治りました。上で交通整理と一緒に待ってたらですよ。来ねえよな、来ねえよ。やってます。あ、大丈夫ですか。わかりました。はい、了解です。ありがとうございました。はい。いや、確かにね、このね、坂はね、すごい。はい。あ、ありがとうございました。ちょっと今出かけちゃうからあれなんだけど。了解です。また。もう山口は来れないよね。いや、多分また来ることがあるかもしれないです。あ、本当に。はい。ごめんなさい。いい。せっかく来てくれたのに。いい、とんでもないです、とんでもないです。また来ますんで、はい、上がれるかなと思って。よいしょ。大きくね、大きく左に。はい。ありがとうございました。はい、お願いします。
はい、今度はね、波平さんについて上がっていこうかなと思います。久保キャンプ場ね、いいとこでしたね、本当で。受付の方、ザキ姉さんっていう方で、ゆっくりお話しする時間があれば嬉しかったんですけども、なかなかね、こちら側のちょっと忙しかったのもあって、お話できなかったのがね、ちょっと残念でしたけども、いいとこだった本当に。で、次に来るときはですね、そうですね、もうちょっと頑張って、いろんな方にですね、もっと見てもらえるような状態になっていきたいですね。さあ、これからは、いよいよですね、 CSD2.0 行ってみたいなと思います。おはようございます。はじめまして。どうも。あ、どうも。はじめまして。よろしくお願いします。もう全部鳴らしてっていうところから始めてってことですか。木を切って。木は切ってあって、ただもう荒れ地ですね。ただの、はい、5年ぐらい。でも、最初来たの10月でしたっけ。あれ僕10月ですね。10月ですよね。お年の10月が一番初め。そうそうそう、そうそうそう、本当に一番初めです。9月10月の人結構レアで、僕別に無料開放みたいなしてないんで、はいはいはい、結構レアで、それでやってますぐらいの感じです。いますみたいな。目印はなんかポルタンク1個そこにあったんで、それが目印みたいな。なるほど。え、これみたいな。そこですね。なんもないですもんね。何にもなかったです。もうそれで開拓家って70人ぐらいですかね。そうですね。でここ一応会員制って言うとちょっとすごい敷居が高くなるんですけど、はい、なんか僕が一回ツイッターでどのぐらいどんな感じのキャンプ場が理想ですかって投げた時があって、はい、で3万人ぐらいの人がバーってリツイートしてインプレッションかかったんですよ、はいはい、でレスがあったのが、まあ、隣の人がとかそれパーティーピーポーがとか、あ、なんかちょっとそのなんていうんですかね、こう近隣問題、今隣都会でもよくある近隣問題だったんで、はいはいはい、もうじゃあ不特定多数やめようと思って、はいはいはい、それで、もう超格安の月額定額制、あ、なるほど、はい、3000円で月使い放題です。へえ。3000円もしくは4000円、まあ、ペアだと4000円なんですけど、ははは、使い放題してやりました。嘘はつきたくない、ここをやるにあたって僕嘘つきたくなかったんで、はい、もう真っ向勝負ですね。もうやりたい、やりますっつって、もうひたすらここはもうキャンプ場は向いてないよって言って、はいはい、動詞でこっち側のキャンプ場なんかないからみたいな、はいはい、向こう側とこっち側があるんですけど、はいはいはい、そう全部川側なんですよね。ないよって言われて、で水も大変だし、とにかく向いてないからやめとけって言われて、はいはいはい、でもうそれやめましょう、そういうこと言うのやめましょうって、もうやる気満々なんで。で水を差すなと。そうですね。やらせない方法よりもやってうまくいく方法の方をレクチャーしてほしいっていう。すごいね、お手伝いして。そうそう、すごいっすね。つかずにひたすらやるって、まあね、なんかこう結局絆でやってるんで、はい、ついたら終わりなんで、あ、全部さらす。もうなんだろう、まあ、明細って言い方あれですけど、もう全部お金のこととかも全部さらしてます。オンラインサロンみたいにして、どこでいくら、まあ、クラウドファンディングでここは資金を集めたんで、はいはいはい、使い道プラス今どういう風な運営状況になってるっていうのも全て進捗でバッて上げてます、はいはい、オープンにしてってことですね。日比さんがバーを作ってるっていう、それもその定額制の中に入ってるんですか。はい、もちろん。だから薪とかも全部です。へえ。薪とかも村にもらって行ったりとか、僕ポイントがそのお金の感覚で言うと、はい、その1本200円の大根をスーパーに買いに行くのか、うん、1本200円の価値がある大根をじいさんばあさんの手伝いをして、もらえる権利を作るのかって言ったら僕後者なんですよ、うん、それが多分貯金と貯心の違いで、うん、僕の場合は貯心を作りたくてやってるんで、基本ここ営利目的じゃないんですよ、うん、そうなので、薪もなくなったらみんなで取り行きます、山のじいさん手伝いに行って。ああ、なるほど。そういう意識が高い場所みたいな話も聞いたんですけど、そのテントだったり、 あれとかも張りっぱなしですね。で、あれサーカス、はい、それとかパンダとかももう半年近く張りっぱなしですね。色がちょっとおかしいですよね。もともとサンドカラーなんですけどね。オリジナル。基本全部もう張りっぱなしにして、で共有してます。あそことかも張りっぱなしに使ってくださいみたいな。ああ。とか、そうそうそう。で僕テントがあんな感じ実はいっぱい入ってるんですよ。はいはいはい。5つ入ってて、そのテントを好きな感じで張ってもらってもいいし。なるほど。すごいですね。この開拓中のあれを見たことがないんで、基本的にできたものに行くじゃないですか。そうですね。うん。
なんか僕の場合はなんか一つアクティビティっていう言い方あれですけど、なんかキャンプ場を作ってますけどどうですかみたいな感じで、その物を売る時代っていうよりは物語を売る時代ってずっと言ってるんですけど、で物語としてここを見てもらった時に、はい、決してあの高規格でもないし、だけどこう作り上げたプライドみたいな、はいはいはい、ナメさんじゃないですけど、そう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 、みんな結構俺最初これやったみたいな、俺これ最初やったみたいな、はいはいはい、俺バー作ったみたいな、なんかそういう場にしていけばすごい面白いなと思って、そうですね、そう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 、月使い放題で3000円って安すぎないってよく言われるんですけど、営利目的じゃないっていうのがやっぱり理由なんで、僕は4000円にしました。で子供はただです一生。あ、なるほど。中学生だろうか高校生だろうか子供って言って親と来たらただです。へえ、そうなんですね。で別にあのなんかやるソロでペアでとかっていう細かいとことかはあのもうあのみんなで管理するぐらいでいいかなと思って、僕はそんな監視しないですね。どうでもいい。ただこの場でみんなで遊びたいっていう。ああ、この暗黙のルールがもうできちゃうんです。ああ、なるほどなるほど。そうだ、ルールとかも基本決めないんですよ。もうここに今日来た人が、うん、あの決めればいい。だから寝る時間何時ですかとか、あのじゃあ夜のうちチェックインチェックアウトをログインログアウトって言ってるんですけど、はい、あのログインじゃ何時ですかみたいな、はいはい、とかっていうのを、オンライン上でやり取りしてるんですよ。でオフラインでここを使って焚き火しながら会話するみたいな。あ、でうるさかったら LINE でフィードバックできるんですよね。寝ますみたいな、はいはいはい、でできるんで。そっか、まあ、それもその会員制というかその特定の人だけだからできることってことですよね。これもでも最初はもともと全然もちろん考えてなくて、はい、なんかその吸い上げていくうちに、あ、それちょっといいなっていうところから、はい、それを具現化してるだけっていう感じですね。だからあと基本価値観で動いてるんで、ここは。価値観で、共有の価値観とか、ものから物語とかっていうところを意識してやってるんで、基本ルールとか規則とかっていうのは一切ないですね。よくキャンプ場行くとこうなんかあるじゃないですか、何時までにチェックアウトしろとか、はいはいはい、まだいいよとは言ってくれるんですけど、やっぱ気使うじゃないですか、うん、そういうの気使いなしっこにしたいっていう。あなしっこにしたい。で基本嘘をつくともうあんなかに入る。あ、檻で檻で檻。あ、そのための檻があそこにあるわけですね。お仕置き部屋みたいな感じ。あ、嘘、あ、檻です、ね。あの檻の中でもあの灯油とか、あとボディ缶とか CB 缶とか、はい、あと調味料系とか、あと乾物系とかが全部お酒とかもそこにいっぱい入ってます。で別に来た人勝手に飲んでっていいし、使ってもいいし、でなくなったらあの LINE でボディ缶なくなったんで、1人1本ずつお願いしますみたいな。はいはいはい。自分でこんななると思ってなかった。これ煙幕とかも張りっぱなしです。想像はるかに超えました。これ薪です。あ、これをどんどん燃やしていくと。あ、これが焚き火するスペース。そう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 。はあ、すごい。なるほど。焚き火してます。焚き火してます。おかしい、なんだ。おかしい、焼いてます。あ、俺を、俺を、俺を、すいません、ありがとうございます。歓迎の意味を込めて。たまにとも鹿がパッパッパッ最近あるんですよ。で、乾燥をやるのが最高のここに。へぇ、COSD の動画出てないけど、うちの YouTube で。あ、ほんと。出して。だから飽きてよ。全部フリー素材だから。これはもともとあのオーナーのじいさんがイノシシ飼ってた檻です。これ。あ、そうなんですか。それをで遊んでたんですよ、向こうの工場で。あ、そこは本当ガチで檻ってことですか。ガチ檻です、ガチ檻です。へえ。これをゴールドで塗ろうとしたんですよ。ゴールドの檻ってやっぱいいなと。食べる？ちょっとおしゃれ。うん、いやでも面白いですね、こういうの作るのも。まだあれでしょう、あの完成ではなくどんどんこれからやっていくって感じですもんね。そうです、もうなんかうち 2.0 っていうのをつけてる理由って、はいはい、結局そのウェブ用語で常にアップデートするっていう、はいはいはい、ポイントから取ってるので、あの基本完成しないっていうで。なるほど。だから常にアップデートしていける。なんかこう企業にいると企業で完結するんですけど、大体全てが、はいはい、なんですけど、こういう環境にいると、こう人のありがたさってもう本当に何十倍も伝わってきますよね。付き合いというか。はい、いや、ですね、山口から山口岩手まで行って、岩手から今度太平洋側で帰ってるっていう。あ、山口から来たんですか。そうです、そうです。今日で
9日目ですね。すごい。あ、ありがとう。これ美味しいやつじゃん。これうまいね。何十年かぶりぐらいに食べました。昔からありますよね、あれ。あるある。志麻さんにログアウトです。ログアウトします。ありがとうございました。またいつか来ますんで。はい、じゃあ名前様ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。はい、そういうことでですね、 CSD2.0、こちらにねお邪魔してきました。すごいいいとこでしたね。ですごいなんか気さくな方だったんで、僕もなんかすごい楽しい時間はあっという間で、多分ここに2時間ぐらいいたんじゃないかな。こうやってね、開拓されて、それにね、やっぱり賛同して集まる方がたくさんいるっていうのはなんか、すごい理解できる感じでしたね。僕もね、近くにああいうのあればいいんですけどね。うわ、蛇がいる。いやー、そうか、楽しかった。こうやってね、本当旅をしながらいろんな方に会えるっていうのは本当楽しいですね。で、波平さんもですね、いつも見ていただいてるっていうことで、本当にありがとうございます。今回ね、来ていただいた方っていうのはすごく気さくな方ばっかりだったので、すごく嬉しかったです。ということで、これからなんですが、まずね、富士山を見に行きたいなと思ってます。せっかく来たんでですね、富士山見れるかどうかわかんないですが、そこからは当てのないまた旅という感じでね、進んでいこうかなと思いますよ。すごいですね、今車をね、今のところから出そうとしてるんですが、もう通りが多すぎて出れないですね。すごいな、ずっと続いてますね、車が。車とバイクか。かなりツーリングコースにもいいみたいで、バイクもやっぱり数がすごいな。さすがにね、この辺まで来るとね、観光地っていうこともあって違うってことですかね。今までね、いろんな山道っていうのを走ってきました。この9日間ぐらいですね、本当いろんな山道だったり高速だったりとかっていうのを走ってきたんですけども、その山道を走った中ではこの山梨県のね、山道が一番なんか気持ちいいかもしれないですね。はい、今ですね、道の駅須走というところにいますいてですね、おそらくはこっち側に富士山が見えるはずなんですけども、まあね、残念ながら曇ってて見えないということになりました。これが一番見たかったんですけどね、富士山は見えないで、おそらくですけれども、まあね、ここで時間を潰して晴れるかというとそうでもないんじゃないかなって感じがしますんで、また次にですね、こちらに来た時に必ず見たいなと思います。そんなに遠い未来でもないと思いますんで、その時にまた見れればなという感じです。まあそういうことでですね、旅9日目、これをね、また再開したいなと思います。すごいな、大草原ですね。こういうとこもいいな。山口県のですね、秋吉台ですか、その辺はですね、結構こんな感じだったりするんですが、あそこはカルスト台地なので、なんかこう岩がボコボコ出てたりするんですが、そういうのがない、ほんとね、草原ですよね。いいでしょう、この景色。こういうところにね、何も考えてない道なんですけど、こういうところを通れたっていうのがね、やっぱ嬉しいですね。ただやっぱりね、日本の中にはいろんな行ったことがないところがあるんだなっていうのを感じますね。もう早くも旅の第2弾がやりたいぐらいですからね。もうね、今日で旅が9日目ですか、9日目になったので、もう終わりが近くなってるなって感じがするんですけど、まあね、永遠に続くわけじゃないですからね、旅なんてのは。もう今の僕の目的地は自宅っていう、帰るのが旅っていうことになって切り替わってますんで、
こういうね何でもない道を通りながらもですね、しっかりとこうね帰るまでの道を踏みしめながら走っていきたいなと思います。あの餃子があるらしくて浜松餃子なのかな、あの鉄鍋餃子の上にもやしが乗ってるっていう餃子で、まあ、確かに見た目がねすごく美味しそうでした。で、食べログで一番評価の高かったお店に行こうかなと思ってたんですけども、どうやらね到着時間には店が閉まってしまうという感じだったので、もう愛知県に入っちゃおうと思います。で愛知県のね、なんていうとこかな、どんぐりなんとかっていうところがあるんですけども、そこはあの入浴施設があるみたいで、そこの受付がね夜8時まででした。だいたいね7時20分ぐらいに到着するという予定になってます。で、CSD の中で12時の鐘の音を聞いたので、そこからねずっと運転してる感じです。今時間は4時45分でもうちょっとで5時になりますんで、まあ5時間ぐらいは運転してるのかな。途中でね2回ぐらいこう伸びをしたくてあのコンビニ寄ったりしたんですけども、それ以外はずっと走ってる感じですね。でこれからあとまた2時間半ぐらい走って到着という感じなんで、まあねこの旅はねあのずっと運転ばっかりしてるんで、ちょっとドライブ好きじゃないとまあできなかっただろうなというのと、もうなんか感覚が麻痺してるっていうのが一番あるかもしれないですね。これはねもう愛知県に入ったのかな、あ愛知東ってあったんで愛知県に入ってますね。愛知県に入ってるんですが、知らない地名ばっかりで、さっきね長篠っていう文字があったんですが、長篠であればなんか戦国の時代のなんか戦みたいなんで見たことがあるような気がしますが、ちょっとねうねうねした道が続くんで気を引き締めていかないといけないですね。僕はねオカルトとかホラーが大好きなので、こういうねなんて言うんでしょう、大間が時っていうんですか、こう夜と夕方の境目みたいな、そういう時にね山道とか走るとねちょっとね怖さがありますね。なんて言うんでしょうね、何か出そうな、出てほしいような、でも見たくないような、これがまた楽しいんですよね。なんかねこの辺が街になってきたんですが、どの辺なんだろう、さっぱりわかんない、標識がねなかなか出てこないんですよね。もう夜7時ぐらいになるので、もう7時過ぎたのか、7時12分ですね。7時12分なのでさすがにね店も閉まってるみたいです。いやこれスーパーとか探してるんですけどスーパーないな。ずっとですね車を走らせてるんですが、今時間は9時11分
9時11分になってますけれども、なかなかね、店がないです。店がなくてガソリンスタンドもないから、次の道の駅に着いたらもうそこからね、下手に動くのはやめようかなと思ってます。いやー、やっと店が出てきました。もう天の助けみたいなファミリーマートです。お風呂に入ってからのビールですからね、美味しいね。